縛りでバスを釣るでございます、ファミリーレストランの鳩林ルアオでございます。さあ、今日はですねこちら青のダムやってまいりました。声が響きます。青のダム響きます。今日ここで僕にハードルアーの釣りを教えてくれる方紹介しましょう。こちら徳永さんです。よろしくお願いします。はい、徳永です。よろしくお願いします。はい、僕ここ青のダム初めて来させてもらったんですけど、はい、広いですねここ結構。そうですね、でもあのリザーバーの中ではちょっと小規模。あ、そうなんですか。はい、結構平野にあるダムなんで、はい、あの野池みたいな感じで思ってもらった方がいいかなとは思いますね。僕普段あの琵琶湖でしかほぼほぼしたことがないので、はい、こういうダム初めてなので、はい、いろいろと教えてください。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。鳥のさえずり聞こえます？鳥のさえずりめっちゃ自然感じれますね。ここすごいなんか癒しスポットですわ。あ、よく言われますね。アホですか？はい、まずこちらポイントやってまいりましたけども、はい、どういうとこでしょう？ですね、ダムの中流域ですね。はい、ちょっとシャローフラットとまあ、あの冠水ブッシュがあるとこなん で、うん、でちょっと浅いんですけど、はい、ちょっと寄ってないかなとバスが思って、うん、ちょっとポッパーとか、うん、シャロークランクでちょっと攻めていきたいなと思います。はあ、なるほど、はい、ちょっと一回じゃあ見本見してもらおうかな。はい、どんな感じでやっていくのかっていう。はい、もういいぞ、いきなり釣ってもらっても。はい、わかりました。それ嫌やわ。めちゃめちゃ嫌やね。ハードコアポッパー、はい、70F、はい、僕が前釣ったやつですね。はい、よう釣れますよこのルアー。聞いてます？聞いてますよ。見てくれはりました？僕釣ったやつ、見ました。見ました。見てくれはった、はいはい、釣れそうやな雰囲気はね。ね、雰囲気はめっちゃ釣れそうなんですけどね。狙ってるところはもう1メーターないですよ。あ、なるほど、はい、あ、ほんなら結構急にガッと深なってるんですね。そうですね、でギュッと上がってるんで、もうほんとそこ見てもうたら、ね、うん、あ、ほんまそこが見えます。そこ見えるでしょう。でその深なってるところから浅なってるところに魚がこうおる感じですか？そうですね、でもそこまで上見せんではないのかなとは思うんだけど。そうなんですね。すごいなんか気持ちいいわ、自然感じて。全然琵琶湖と違うでしょ。全然違います。はい、このさ鳥のさえずりとさ、このポッパーのポコポコ音とさ、自然のオーケストラですよ今これ。鳥のさえずりとさ、このポッパーのポコポコ音とさ、自然のオーケストラですよ今これ。なんて心地よい響き出ました、うん、今あの演出上ドドンってなってなってましたね。僕も思いました。言うたがんのかな思って口出しもうたわ。ハードコアのSR クランクですね。あ、クランクの SR65F、はいはい、そうですね。これはどういう特徴ですか？はい、これね、一応まあ浮力がすごいあって回避能力もあるっていうことで、はい、シャローに攻めてその障害物を当てながら、はい、そういうのでリアクションとか取って、うん、釣っていこうかなと。ほー、で普通にもう投げてもらってこれぐらいのスピードざっくりね。ざっくり気持ちいい感じ。気持ちいい感じ。シャローっていうことはどれぐらい潜るんですか？これそれは 1.5 までです、ね、1.5 まで、はい、前後ですね。なるほどね、はい、じゃあやっていきますね。はい、とりあえずちょっとできるだけ岸を狙って。そうですね、はい、あ、もう完璧釣れましたよこれは。気早いな。早い。いやでもこういいとこにキャスト決まったら釣れそうな気しますもんね。そうですね、結構あれですか、同じようなポイントを何回も通しても大丈夫なんですか？大丈夫ですね。やはり 100% 同じラインに通ってないんで、はい、やはりバスの向きとかやはり目線が違って食わない時あるんで、目の前通ってても。あ、なるほど。それが何かしらでスイッチが入る時が。そうですね。これでもクランクって、はい、できればなんかこう障害物とかにちょっと当てたりする方がいいんですよね？いや別にあえて当てる必要はないですけど、ほう、はい、あれば当たったらちょっとやはりリアクションしよるんで、ほう、はい、どうしてもね僕らやっぱりこう引っかからんちゃうかなとか思っちゃうんですよクランクとかって。はいはいはい。結構回避能力高いんですねこれは。もうすごい高いですね。へえ。もし何かにこう引っかかりそうとか当たったりとかした時は止めたらいいんですね。そうですね。ほんなら浮いて回避してくれる。はい、でその浮いた瞬間に食べてきたりとかするんで。へえ。はい、まあ、だから僕今クランクやっててで徳永さんがポッパーやからどっちでね反応するか。そうですね、やはりね
2種類のルアーでやって早くその、ね、情報をキャッチする方がいいんで。そうですね、うん、全然いない。まあまだ始まったばっかりですよいやお昼に終わろう言ったから早終わろうとすな早々にチョーク上げて早終わろうとしてますよ。いや僕はもうこのゆっくり釣りを楽しみたいんですよそうですね。え、そんな言ってましたじゃあやめてください結構これ今動き見てたらキビキビしてますね。そうですね、ブリ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 動いてるね。え、こう手に伝わってくる感覚も気持ちいいし、はい、楽しいな、巻いてるだけで楽しいな。そうですね、まあ、結構浅めなんで見えるじゃないですか、はい、ね、そういうとこ食ってくるシーンも見えるんで。いや見たい。今度またルアー書いてくれましたけど、はい、はい、MR、 あ、ちょっと潜るやつ、ちょっと潜ります。お、2メーター、2メーターから2メーターちょい。先ほどリップが出てますもんね。そうですね、ちょっとリップ長めなんですけど、はい、タングステン の、 あの重りじゃないんで、はい、あのウェイトじゃないんで結構こう潜りやすいんですよね。ほう、だからギュッと急進に潜ってコンコンコンと当てる感じです。そうですね、いい感じ。結構あれですね、巻き応えありますねこれ。巻き応え、やはりさっきよりもね、うん、リップが長いんでぐっと沈んでってるから、はい、そうでしょう、ゴリゴリっていう感じですね。はい、ゴリゴリ巻く。もっともっと向こうに、もっと向こうに小魚が絶対いてるはずなんで、うん、バスがついてるはずなるほどね。やっぱりバスってなんかこういう障害物とかに必ずついてるんで。あ、そうですか、うん、そういうとこはやっぱり丁寧にやっていかなかった。そうですね、あまりこうブワーっとこういうとこ回遊してるわけじゃないんで、はい、物々について上がっていったり下がったりとか、だから何もなかったらブレークに沿ったりとか。なるほどね、はい、ほんまバス釣りってほんま楽しいわ。なんか一頭一頭なんかいつ釣れてもおかしくないじゃないですか、はい、まあまあほんまにそうです。そうだから常に楽しいんですよ。で気ぃ付いたら時間経ってるみたいな。そうですね、ああその通りね。えめちゃめちゃ時間経つの早い。早いっすよね、うん、漫才のネタ考えてて時間経つ遅いっすよ考えるんですか漫才のネタ。いそうな感じではないな。ちょっと潜らした方がいいのか。ここまで来てトップじゃない、うーんぽい感じですかね。また雰囲気あるとこ来ましたやん。そうです、絶対釣れますよ。絶対釣れる、うん、ほんまに。いやほんま絶対釣れません。僕ここ沖縄初めてやけどこんなんもう釣れますやんか。釣れるよね。あ、引っかかった。あ、来た来た、お一撃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 マジで。うわー来た。ちっちゃい、かわいい。いや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 、ほらかわいい、ほらほらほら、かわいい、いや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 じゃないけど、見えてきた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 、よっしゃやった。一投目でしたね。ほら言いましたよ、ここ釣れるってね。やっちゃいますねプロはね。ナイスバス、 ありがとうございます。いやー素晴らしい、ここに来て一投で、はい、これ何投げたんですか。これですね、ハードコアのシャット。シャットか、はい、75サスペンド系、はい、それを投げてもう本当に巻くだけ。巻くだけで、はい、でボトムに当たった瞬間に磨かれかなと思ったら、はい、食ってました。うわ素晴らしい、さすが、いやー素晴らしい。お昼で終われるかな。いや終わらへんよ俺釣っていいんやからまだハードコアシャット、はい、これ視聴者さんにプレゼント決定。ホームページのそちらの方からねアクセスしてください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。何しれっとシャットに変えてんすか。いや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 で一発でしたよ。一発でほんまに一発でしたね。っやっぱりシャットとクランクでやっぱりその似ててもやっぱり多少ちゃうわけでしょ。ちょっとねやはりクランクの方が波動とか、はい、そういうフリフリぐらいが、うん、多いんで、うん、嫌な時もあります、うんうん、はい、それがまあアピールあって食ってくる時もあるんで、はい、まあ、どちらかとも言えないんやけどシャットの方が僕好きです。この巻くのもだから早い時が良かったり、ね、ゆっくりが良かったりとかあるんですか。うん、結構早い、みんな結構ゆっくり巻くけど早い時の方がいいっていう時の方が多いんですけど、活性度がちょっと分からんので、うんうん、活性が高い時は早巻きでいいと思います。高い時は早巻きなの、うん、ですね。あ、バス折った。バス折った、バス折った。目の前、目の前。あ、おったおったおった。はい、そう、そっからまだまだ巻く？巻いてゆっくりそのベイトがバスが行った方向で
あかん、向こう行った、向こう行った、キワキワ泳いでましたね。泳いだでしょ。やっぱりそのあれか、流れが真ん中の方が強いから。そうなんですよ、いましたね。やっぱりちょっとああいう溜まってるところ、うん、ああいうところでベイト君のを待ってるんですね。そう、待ってるんですよ。ちょっとカラーチェンジですね、はい、これ、はい、これは何ですか。シトラスシャット。シトラスシャット、はい、カラーです。まあ、まあ先僕が釣った、そうですよね、はい、カラーと一緒です。クランクがはまるようなシチュエーションっていうのは、その濁りがあるとか流れがあるとか。そうですね、濁りがある方のが、濁りがある方がはまりやすい、うん、ですね。いない、ない、 OK、 ない。よっしゃ、一旦休憩しますか。今度ちょっと真ん中ら辺ですね、はい、そうですね、青野ダムでも有名な水中島、ちょっと中流域になって、まあ、年がら年中釣れるような場所なんで、ほう、一応クランキング、まあ、ちょっとディープクランク、あのハードコアのクランク4プラス、はい、4メーターですね。ああ、いや、はい、すごく潜るんですね。そうですね、ほう、はい、これでちょっとディープを攻めてみたいなとは思うんですけど。やり方はもう巻くだけ。もう巻くだけ、ロングキャスト、ロングキャストで巻くだけ。巻くだけ、はい、いい感じ。いや、結構飛ぶな。飛びますね。下げる、あ、ロッドを下げて、はい、ティップ下げて。あ、なんか当たる感覚はある。ありますか、うん、そうでしょ、ボトム叩いてるんで。あ、あるある、すごい、あるでしょ。まあここで釣ったらアングル的には最高よ。もう最高です。ここで釣ったらもう終わりですよ。だ、終わろうと宣伝してくださいだから。ポッパーはね、僕ポッパー試験はね、もう卒業してるんですよ今。卒業しましたか。ポッパー検定は一応受かったんで。はい、クランク検定ですね。クランク検定今受けてるんですよ、ね。ここはまたシャッド、ちょっとそろそろ本当に決めないとね。いい感じの雨も降ってきてるから。いい感じの雨です、しとしとのね。うん、時間帯的にもね、そろそろまた魚のお食事タイムが始まる。そうです、最高の時間です。整いました。謎かけしてみようか。謎かけですね。謎かけして、それが整ったら釣れるかもしれん。ね、バス釣りとかけまして、効率のいい料理と解きます。その心 はレンジが大事でしょう。ちょっと待って、整ってない、整ってない。いや、なんなんそのパラパラの拍手。よし、また水中島で行きます。ディープディープ4プラス。さっきは風やったけど、今は風ないし、無風ですね。状況が変わりました。そうですね、バス釣りとかけまして考えてたんや。ヒット映画と解きます。その心は、キャストが大事でしょう。お見事。大丈夫です、これで整ったでしょう。整いました、はい。やばい、雨が来てんね。めっちゃ雨が来てる。大ピンチ。こんな雨の中でもやるよ。だって釣りたいもん。すげえ雨じゃ。なんだこの雨は。すごい雨や。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、見事一本。おめでとうございます。いやー、よかった、一本釣れて。はい。まあまあ、本当朝のうちにね、釣れて、まあいい感じかなとは思ったんですけど。いや、俺でも青のダム初めて来させてもらって、うん、でそのキャスティングとか、はい、まあ、いろんなその話も教えてもらったんで、はい、すごい勉強になりました。そうですか。これまたちょっとリベンジ来させてください。そうですね、まあ、ぜひとも僕も釣っていただきたいんで、まあ、ちゃんと今日のことを覚えといて、はい、またぜひここでビッグバス釣りたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お待ちしてます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。